ございました。強いじゃん。なんだよ、積もってんじゃない。俺もちょっと入れるまではちょっと俺は引き下がれねえよ。これはいや本当ここまでコケにされたら北斗天翔とリノにここまでコケにされたら。お願いします。あーすげえ番長3はでもな違うんだよな。一応全体系とかもあるっていうお話も聞いてるんですけど、なんかあれですね、あとパネルごととかで前代になったりとかなるんですけど、まあ今日初回じゃないですか。ある程度ねそのメイン機種パンって攻めてもいいんですけど、ある程度掘っていくみたいな形の方がいいんじゃないかなって僕思うんですよね。ここは当たり台多いだろうっていうところを行ったところで結局後で分かるんすよ。はい、鏡にします。2台構成の中央通路沿いの2台構成の機種で、まあ、2台とも塊だったりとか1台当たり台があったりとかする傾向が結構多いみたいなんですよ。だからある程度安定してて分かりやすいこの鏡、まだ1台空いてるんですけど、まあ、この後多分埋まると思いますんで僕はここから行きたいと思います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ほら取れるんだよ北斗は。北斗は取れるのよ、北斗天翔の、角から3番目723番台打ちたいと思います。まあ、であのなんだろう、お客さんの動きでも見ましょうか。まずね、で今までの傾向的に朝ね満席にはなんないんで北斗天翔だ、まあ、取れるかなと思ったんですけど、一つ言えるのが全部じゃないけど中央通路寄りって結構入る傾向にあるので、なるべくこっち寄りがで埋まってたでしょ多分来た時に手前の方が、なんでまあ一応3番目打ちたいと思います。これすごいでしょ、外線この台数あって、これ毎回こうなんですよこのお店。強いですはっきり言って外線は。なんでまあこう、まあでも全体的にすごい埋まってるんですけど、番長あと番長番長番長埋まってるはず。ほらすごくない。これ朝一だからね、この台数でこれ見てこの活気を。だからやっぱ凱旋番長こうなるでしょう。で番長は多分取れなかったと思うんですよ。だからそれをまあ見越して北斗なんですけど、2台島のところが、まあ、朝ちょっとリノさんとも喋ったんだけどね、あの2台島のところ空いてるねまだね。ここ狙い目だからね、むしろこっち埋まってるね。あここの島すごいね。何何今二大島のもう片方のところなんですけど、もう半分ぐらいバラエティーなので半分ぐらい埋まってる。だからここ注目なんで後で見に行きたいと思います。メイユー、おはようございます。パツロゴレグマガジンのレビンです。さあ始まりました新番組、メイユー街道。さあこちらの番組なんですけれども、まず、私レビンとゲストの方毎回ですね、1名招きまして2人で協力して、総おさまいをプラスを目指していくと。そして、全6回今予定しておりますが、この6回を通してですね、どれだけ多く獲得できるか、総おさまいプラスできるかっていうのがあるんですが、そのさまいに応じて、視聴者の方に、プレゼントをお送りしようというのを目標にやっております。で、今回実践させていただくのは、八潮市、埼玉県八潮市にございますシンガーデンヤシオ店さん、こちらで実践の方させていただきます。というわけで早速ゲストの方お呼びしたいと思います。こちらの方です。ジャバリドット TV のリノです。お願いします。お願いします。お願いします。いやー一発目ですよ。いやー来ちゃいましたね。来ました。何が来ちゃいました。ヤシオに来ちゃいました。ヤシオにも来ましたし、なんか噂では、はい、ですよ、うん、レビンさんが、はい、友達が一切ないからリノ仲良くなってやるとも、うなんか、はい、なんか最後にそれ付け加えようと思ったんだけど、ドア玉ね。いやドア玉ですもん。メイユーのユーがねドンって出てますから。そうそうそう、あのね勘違いしてほしくないんだけどね、はい、まあ少ないのよ。あの少ないの少ないのか、うん、いや本当に、ね、まあ俺の性格に何はあんだか思ったけども、あの人間性のやつですか。そうそうそう。まあでもレビンさんも、うん、
ちょっとあんまり人付き合いそんな好きじゃないんだっていうのも正直聞いてるんで、だからそこのね矛盾が生じてしまうこの番組なんですよ。いやおめえがお前で行かれんじゃんって最初に受けたんですか。最初に見抜いたら誰のせよ。もう間違いなく今日変えてくから2020年からもうマジっすか、遊び行こうぜってなるからもう。いや絶対ないっすよこれ演じゃん。どこ行くよどこ行くよ。いや絶対俺行きますからね。約束っすよ約束っすよ。マジでもう飯行きましょう本当に。 LINE も知らねえけど。そうっすね今日変えましょう。今日出ても今日 の実践終わって、はい、もう友達になれると思ったら交換しようじゃん。いやいや本当にエンディングでキスするつもりでほっぺにチューするつもりで僕仲良くなりに行きましたから。それやっちゃったらもうやばい。反りますからそのためだったら俺それを、うん、まあメインに、まあ、仲良くなって、あと一応そのガチ部分もあるじゃないですか、はい、その朝、うん、レミさんと抽選受ける前に、うん、その稽古僕こちらのヤシオ店さんはちょっとわからない稽古がわからないので、はい、レミさん結構通ってると結構来てるっていう話を聞いたので、うん、結構聞いた上で、はい、その僕も大選択させていただいたの でも一応僕一応黒バラじゃないですか。そうだからそこに、はい、そうそっから俺入ろうと思ったのよ。いや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 立ち回りといえばこの人って言ったら友達の方から来たから大事っすよ。スタッフさん一番にそっちメインになっちゃう。レビンと仲良くなってくれとなってくれでよ、はい、今言ってくれたんですけど、はい、このホールさん僕はずっともう 4,5 年もう通ってるなんですよね、はい、めちゃくちゃ来ててもう法則を結構熟知してますんで。ホームグラウンドってことですか。まあほぼそうですね。ですよね、うん、なんで、まあ、それを踏まえてちょっと朝のね戦略的なところを行きたいんですけど。いやそうですよね。まずね凱旋番長どなたら朝埋まってるんですか。いやもう早かったです。早いでしょ。この時期に凱旋と番長こんな埋まるんだって感じの映像になってたもん。毎回です。あ毎回あと 4,5 台とかが塊でこう全あ例えば番長のこのパネルとかあそうパネル別であったりよくあるやつですね、まあ、そういうパターンがあるんで、まあ、前を狙うもよし あとはね朝撮ったでしょ。そうです2台島朝ちょっと話してね。いやそうなんですよ強いんですよって話した。いや驚きました、うん、あやっぱレミさんが手前側の機種、うん、そう中央通路寄りのねそう手前側の機種が強いんだって言ったら、うんうん、埋まったでしょ。ほとんど埋まってたほらほらほとんど埋まってて鏡が2番目にあったんですよ、うん、2機種目にあったから、うんまあ、だから3台目かいいとこじゃあ分かりやすいし、うんまあ、安定してるからじゃあ鏡行こうかなみたいな感じで僕撮ったんですよね、うんで俺撮ったのは全く今の話に入ってきてない北斗選手なんですけどそれはあれですかキャラを崩したくない上のやつですか。打ちたくなっちゃったんで本当好きっすよね。違う違うもう6号機だから設定するとかしやすいじゃない。まあ確かに確かにだから外れたら動ける。あで結構ね外れん時めちゃくちゃ奇数が多いね。あそうなんですか。でうわ昇天しちゃったのだ あれみたいな今日 AT 遅ねみたいになってくると今日北斗やばいかもってなってくるんで分かりやすいんですよ。いいホールさんっすね。そうなのよめっちゃ立ち回りやすいじゃないですか。分かりやすさがすごいからだから終わった後にまた回りますけど、はい、多分その分かりやすさがすごいあこんな分かりやすいの多分あるあ、うん、そういうことですね。そう俺らが積もれなくても積もりたいけどってことですよね、うん、まあもちろんのこと傾向を見せるのがこの番組の一番だと思ってるので、はいはいはい、そこを大事にしたいんですけどもそうそう僕に関してはやっぱりレビンさんの仲良くいや本当よなることですから言った本当に。いやそれぐらい僕は盟友、うん盟友ね、今日なるために来ましたからオッケーお願いします。やりましょうよ、はい、途中開始ついてますんでそうですよね。用意しながら、まあ、仲良く喋りながらお願いします。今日もしっかり出して視聴者プレゼントでどうでしょう。 OK、はい、です。はいそんな感じで一発目頑張っていきたいと思います、はい。私の1代目は、へいかがる。ちょっとうる覚えの部分が多いですけど、まあまあある程度は、まあ、結局は3周期超えづらいっていう特徴を持つんで、まあとりあえずまずは黙って3周期までといきたいと思います。いや朗報ですわこっちの島。マジっすか。マジでこれ今オープニング撮ってる間に、はい、もう 3,4 台も AT 入ってて早っ。激闘ボーナスじゃなくて全員1周目突破してる。マジっすか。すげえ強い。やばいっすね。しかもレベル1 AT レベル1で 500枚ぐらいで終わってるんでまさに偶数っぽいっすね。偶数っぽい。まあそれが中央通路寄りの今4台が、はい、みんな1回当たってる感じですね。ほう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 。
え、ちょっとそれ強すぎですよ。強すぎだな。いやだって言ってもですよ、強すぎだねこれ。まあ転生って消化ゲーム数に応じてじゃないですか、はい、そうね。でまあ1周決めってことはまあ今の時間だとほぼ400超えてないわけじゃないですか。そう、450か250のところでみんな、ね、当たってる。 やばいな当たって、しかも一発目の激闘全員通してるみたいな。いやこれ初回やらせみたいになったら怖いっすね。だ俺それで今ちょっと口数が減ってんだけど。ちょっとあれちょっとやりすぎじゃ、なんかやりすぎじゃないっていうか、俺打つ台は変わらないじゃない、いつも番長が北斗なんだけど。いやいやそうそうっすね、まあレビィさんのキャラクターですからね。そう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 、なんだけどちょっとすごくすごすぎねっつって今。ですよね。そう、ちょっと黙っちゃったところあるんだけど、僕レビィさん思うんすよ、はい、こうやって仲良くなる番組じゃないですか、はいはい、まあ、僕もちろんのこと後輩ですし年齢も下なんで、はい、やっぱリノとかリノ君の方がやっぱいいんですよ。あ、そう、僕は もうもちろんのこと尊敬してる方なんで。本当に、あの レビィさん、いや もちろんですよ。いや本当に、本当、いやいや、もう大切の鬼ですからね。いや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 、まあ、それは否定しないけども、いや本当に番長3とかもうまあ助かりますって感じですから。 ありがとうございます。いや本当に俺はそれだけの男だから、もうみんな分かってるよ。見てる人もどうせあいつはなんかちょっと走って筋トレして解説だけしてドヤ顔してんだろうと。いやいや、お前もそう思ってんだろ。じゃあ俺っすか。違う今褒めてくれてたからな。あのレビィさんは、はい、お酒は飲まないんですか。飲まないですよ。ですよね。だからそこなんだよね、結構そこですよね。そこだと思う。でその場に行かないから。あ、やっぱそうですよね。あの飲むの。あ、僕はまあまあ結構飲みます。結構飲む。まあまあ結構飲みます。似合うもんな、酒が似合う顔してるわ。いやいや、あのいや、あのなんだ、いいんだか悪いんだか分かんないっすよ。あのただまあそのなんて言ったらいいんですかね、お酒の場でその2時間3時間いるって結構当たり前ですけど、食事になるとまあ1時間で済むわけじゃないですか、はいはいはい、ある程度。まあそういった部分でまあいつかですよ、うん、まあそのレビンさんと、うん、まあ軽くスロットの話でもしながら飯でも食って、まあまあまあ晩飯行けたらなと思ってます。まあ僕はまあビール1杯2杯飲んで帰る感じで。全然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 。あ、いいね、そのぐらいの、まあ、そのぐらいがなんかベストかなと思って。付き合いがいいよね、たまにね。やっぱお互いその分かってみたいな、レビィさんやっぱある程度早く帰りたいんだろうなって。そう、あのもう娘、やっぱり思うんで、娘とね。ですよね、やっぱ娘第一主義だから。ですよね、まあ、何よりもまず娘で筋トレで3番目がパチスロっていう。3番目パチスロ、4番目友達だから。ああ、そうだ、こいつすぐ帰りやがるなを理解してくれる人じゃないとなかなかね。そうですよね、うん、そういいな、もう名誉街道一発目いいな、さすが。俺のことね、そんなに回数合ってないけどね。いやそうですね、結構理解してくれてるからね。じゃあ、あんたにあれですね、この番組結構レビィさんの、はい、違う一面が見れたりする可能性高いっすよね。そうね、まずこの会話しながらずっとやってる、まあ、どっかは使われるわけじゃない。だからそれはあれかもね、いつもとは違うかもしれない。ですよね、うん、解説しかしてないから。いや本当に本当にもうとりあえず今ようやく初めてのチャンスで世紀末ゾーン行きますけど、はい、僕は一応今、はい、あの初めての、まあ、1周期目の特訓で今あの頭皮が告知されるところです。ああ、最後豚なんでちょっとチャンスだな。あ、4ゲーム目、あ、1周期目で当たりますわ。うわうわうわ、はい、 OK ということでまあ一応あのモードはチャンスではなかったですけども、ゲーム数344ゲーム、投資が、9音ですね。はい、素晴らしい。設定5ですかこれは。なっちゃうよね。なっちゃいますよね。一周期は当たったか。で俺の世紀末は残念でしたと。あ、はい、今あれですか、300のところですか。350ぐらいなんで、むしろ俺400のところ見たいんで。ですよね、うん、外れてもらってよかったです。ですよね、うん、400でちゃんと当たるかどうかを見たい。そこめっちゃ大事ですもんね。めちゃくちゃ大事、大事っすよね、400のところ。本当ね、6とかまあ何回も打ってると思うけど。ですよね、本当に超えないんで、なかなか。まあ私は、まあ、バスに行かないことを願って。そうね、まあね、やるだけですね。まあ一応もしかして5の、可能性も踏まえるとそこに関しては気にしなくていい。そうなんだよね、値になっちゃうんですけどね。6だけだからね、そこね、5以下だとね、ですよね、結構寄っちゃうとバス出てきちゃうから。
お、まあ、今、まあ、弁当ですけども、まあ、レア役で、まあ、ステージのモード昇格の抽選をしていて、まあ、今日レア役だったらもうモードは1つ以上上がります。はい、これでとりあえずは、軍曹行きましたのでバスは回避と。はい、バンリューゲートですね。おお、いきなりあっちの来た。おお、やった、エクスタシー出ました。あら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 お、マジでチャンメです。チャンメ一角でございました。やった、うまい。え、何だったのステージは。普通にバンリューゲートです。ああ、そうなんだ。はい、弁当しか引いてなかったんで、多分あの普通にもともとそうね、はい、あ、いいじゃない、いいじゃない、よかったです。完璧完璧、やりました。あ、素晴らしい立ち上がり、やりました。では勝負の断末魔いきます。いや、レミさん先に言っときます。はい、おめでとうございます。本当に最初に言っときます。ありがとう。あのちょっと煽っときます。ありがとうねありがとうね、これ当たるね。さすがにみんな400と200のところで当たりまくってるから。ですよね。もう俺はじゃあなんで俺だけになっちゃいますか。俺だけ抜けるなんてことないでしょ、さあ行きますよ、一発目。はい、ここで運命のバトル。え、お、どうしました。カウントダウン3までしかいかねえなこれ。あ、やばい。いや、4でいった、4。お、いや、やばいよ。 4やばいっすね。半だよ、半。これタイトル赤になるとやばい。はい、ありがとうございます。おお、やはり赤タイトル大丈夫でしょう。で、ケンシロウしゃべって、はい、完璧、カウンター入った。おお、完璧です。勝ちます。444ゲーム。ただね、悲しいのが勝負玉1個っていうね。いやー、でもね、6だったら突破する可能性は絶対あるんですよ、1個とかでも。5以下だとちょっと厳しいですね、1周目の。そうですよね、1周目でレベル上げられないと結構きついんで、まあまあ、これはまあ400で当たったってところで、まあ6でもまあ一発目はそう、ね、やっぱスルーすることも多いですからね。半々ぐらいだもん ね、 ですよね、半分ぐらいスルーしちゃうけど、とりあえずレベル上がれ、複数上がれ。お、4。いや、やる気満々ですね、これ初期レベルがもう今公約レベル4。チャンスアップなし、チャンスアップなし、やばい。あー、負ける、負けた。あ、負けたんすか。負けた。マジっすか。この負け方良くないな。あ、マジっすか。1戦目負け、公約レベル4で。ちょっと引っかかる感じですか。ちょっとね、6っていうことだけを考えると、あ、ちょっと後退した感じだね。あ、4とかは全然ありますよ。4とかは全然あるんだけど。おお、赤いわ。え、これあっじゃない、これ熱いんじゃない。あー、弱くなった。あ、あるでしょ、4ゲームあるでしょ。 OK 素晴らしい、早い、ドライブ増中がやたら早い、よかったですすげえ、あのすげえ久々に打ってめっちゃ楽しいですそんだけ当たりゃ楽しいよね。だってレビンさん聞いてくださいよ、この台6号機一発目ですよ。そうだそうだ。なのにこんなクオリティを持ってるんですよこいつ。もうバランスは最強だからね。やばいっすよね。最強ですよ。もう引き戻し減るっていうところを、うん、まあ、面白く作った。そうだね、代名詞ですからね、うん、そこからだんだん順増枚数にね、うん、ギアチェンジしたりね、高順増のね機会が増えてきて。あ、本当その通りですよね、まあ、それはそれで楽しいんだけど増え方はね、まあ、どちらかというと北斗もそっち寄りだけど。 6.3 枚、今回は10でした。10、はい、初10。
いやでもそのレヴィンさんとか北斗とかよく打つじゃないですか。打ちますね。で装填2、うん、あポンヨかポンヨ、ポンヨに関しても僕はその動画で素直に結構言ったんですよ、うん、通常時に関しては、うん、まあ今までの北斗だから新攻めはないと。まあでもその子役のまあそのカウンターか食べることとか、僕チャンスソングあれめっちゃ面白いと思うんですよ。おそれをめっちゃベタボメしてあれは面白いっす。ぽいよね。やっぱヘルボローズなのに、うん、レバーで叩けるっていう。確かにね。まあでこう出ての方がベルは引きやすいからみたいなとか、うん、本当はねポイヨーカイドウにしたかったぐらいだから本当はよ。いや本当そうですよね。本当はポイヨーカイドウにしたかったね。なんか装填打つ番組と思われちゃうかもしれないから。いや間違いない。そうやめようと思って、うん、奇襲したりする。そうそう完全に そっちでやばいなと思ったから、ね、ポイヨーカイドウにして装填打つたらやばいでしょ。間違いないで天禄っていう。そうそうあいつやったなってなるよね。やったなレビやりやがったなみたいな。完全に誰もが思うよね。ですよね。今まで擁護してた人までなるよねあいつあれはないね。レビさん、はいはい、カットインホッショット出ました。え？カットインからホットショット出ました。マジで？やばくない？おおチャンス目。ありがとうございます。うますぎないちょっと。うまおです。やば。何そのレア役の絶妙な引き方。いやめっちゃうまいっす。やばいなそれ。もう今いやマジで家立ちそうっす。マジで家立ちそうっす。立つだろそれ。本陽街道のあれだね本陽一発目レイザー本陽街道じゃねえっす。レイザーレイザー叩かれちゃうから間違えてた今なんか間違えてた。本陽街道かいっつってそこから北斗につながって、うん、レビン設定積もってる。これもう炎上案件ですからいや勘弁してよ。いつも打ってんだから、うん、俺はだって本陽街道って今素で間違えたね。いや本当に名優だ名優名優街道。ああそうか一発目いいですね。もう前半ずっと今鏡の映像をお届けしてます。そうですね。とりあえず今のところ10が2連続あってこれで今10ベル。あ踊ってない。あ今回も10が3連続来ちゃいましたね。30、20、10、10、10と。お、まだ。ちょっとあれですけど、まあ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 。今600枚超えてるんで、全然いいっすよ。まだ6もあるよ。間違いない。まだ6もある。間違いない。その動きは。今日6万持ってきたんだけど、大丈夫かな、まあ、間に合うかな。レミさん。え？何おっしゃる。そんな使わないっすよ。だからそんな使わないと思ってもあれなんだけど、もう今もう結構なペースで入れてるんで。いやこれポンヨーカイドっすからね。ナイス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 。分かった。最終的には想定いけばいいでしょ。想定ポンヨーで取り返して6だっつって。ポンヨーそうあこんなとこに6がっつポンヨーカイド。残り3ゲームになってしまいました。今のところ今回一番追いやられてますね。あーエースが弱い。お終わるか。終わるかもしれないです。あー男岩じゃない。あー終わった。まあ一応まだあと1ゲームありますから。あでもですね587枚で終了です。でここからですねベッド。あうわーあいいね。ベッドとかあったいいねそれが本物であればかなり強いそうですね強いよ。まあ結局のところまあ6はまあ一応このまま戻しやすいというところですもんね、うん、そうそうそう。お熱い。あれちょっと熱いんじゃないですか。あーどうだ13ゲームここは発展するんじゃないかな。あしない。ここがお長い15。お熱いぞ熱いぞ。長いこの法則分かんないですけど長いの長いっすね。長いの熱い。17熱め熱め。あ17であってどうだ。おお戻しました強いじゃんなんだよ積もってんじゃない。マジかよ。これもしかしたらレビさん、はい、本陽街道かもしれないですやらせのやらせじゃねえっつってて
やらせ疑惑もともと入りやすいんだから、その2台のところ最低、ね、どっちか1台には入りやすい。ということで22ゲーム引き戻しました。258枚で偶数資産が出ましたね。まあベッド、またベッド、うわこれちょっと外れるかの、はい、1082枚で、またベッドトックやばいな、さすがにやられました、さすがにね、はい、2回目の激闘ボーナス、1回スルーした後なんで勝率はこう設定あればそこそこ上がってるはずです、はい、2万円使いまして、はい、初戦負けです。348ゲーム、なんと投資が毎回ですね、当たるまで1万円使うんで激闘まで毎回1万円で3万円、負けました。負けたんすか。負けた。盟友、これ俺今ふと思ったんですけど、今あと実践時間2時間じゃないですか。そう、鏡の絵しか 見せれてないんですよね。あたりバレた、やばいっすねこれ。鏡の番組ですよ今。オクラだ絶対オクラだこんなんやばいやつや。待て待て、今400の断末魔行くから待ってろって。これ行くから今、これ当たるから、これ、いやこれもう当てるしかないっすね。もう偶数なら当たるから、これ、はいはい、行きますよ、答え合わせ行きますよ、せーの、どう、はい、フラッシュ。さあカウントダウン2以下になります。あ、お2以下にはなる、チャンスチャンス、2はやめて、2はやめて、あー2だ、あーでも大丈夫、いける、危ねえ、おいしょ、いった、やっぱ当たんな、当たんだよ。お4、3、9、いやー勝負玉2個。いや兄貴、あの運命の戦いっすねマジで。運命の戦いがお前勝負玉2個って、お前心もとなさすぎんだろお前。間違いない、どんだけの仕打ちを俺にやるのこれマジで。で声持ち悪いんでしょ。そうはい、皆さんびっくりです。コイン持ちのいい6号機の北斗、投資4万1000、やばでは勝負玉2個で丸腰の戦いに挑みます。お願いします。お願いします。あー6枚しかないから追加しなきゃいけないかな、どうかな、ナビ出てくれるかな。よし OK、 おナビ出た、やべえ、公約レベル2、おとりあえず2個とも公約レベル、大丈夫です、兄貴ならできます。本当にできますよ。赤7引ける、いやもうなんかこれ4度目ぐらいですけど、赤7引く、赤7、もう赤7引いたら全部返ってきますから。そうだね、返ってくるね、プラスになる、プラスに。もうさ設定をさ、はい、高設定をつかむ番組でさ、はい、二人してさ、赤7引けばいいってやってるのやばいよね。やばい、やばい。赤7引けば戻ってくれても相当やべえ番組じゃねえか、お前。追い詰められてますよ。やばいね。我ら、もう。いやもう、普通に仲良くなるとかいうもう話じゃなくなってますから、もう。そういう問題じゃなくなる、はい、なくなってますから。映像として大丈夫かなっていうね。はい、もう、演者心くすぐってきやがりますね、これ。本当だよ。いや、本当に。はい、とりあえず初戦は突破、おおそらくレバー確定対決じゃないでしょうか、レバーを、はいですね。さああと2人、とりあえず3人目まで行かせてもらっていいですか、とりあえず映像的に映像的に、あーどっちかなどっちかなまでいいですか。あれ兄貴今日3人目行ったんでしたっけ。行ってないです1人目か2人目で終わってるから全然使われてないじゃないですか。やばいやばいよ。だからでも皆さん、今皆さんがこれをがっつりこのバトルを見てるということは突破するってことなんじゃないの。いやいや今これが映像流れてる、切られてるかもしれないですよ兄貴、いやいや流れてる流れてるから今あマジっすか。
大丈夫ですか、俺切られてるんじゃねえかなって。いや大丈夫大丈夫いくよ、ここは勝つ、ここは勝てる勝てる、お願いします。大丈夫大丈夫、いけるいける、兄貴頑張って、いけるいける、大丈夫大丈夫、ああ大丈夫、ああチャンス危ない、チャンス危ない、危ない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 、あー兄貴の声が死んだのか死んでないのか、生きてるのか生きてねえのか分かんねえ、やばやばっていうのが聞こえた、やばっていうのが聞こえた、どうなってんだ、あれ兄貴が喋らなくなった、あれ兄貴が兄貴が全然喋んねえんだけど、どうもどうもどうも、あれ聞こえる、聞こえますよ、今通常時なんですけど、あれやっちゃいましたね、4万1000円朝から使って、はい、今通常時です、朝一の状態と何ら変わりません、6号機なんでただただ4万円殴られました、はい、今僕今7周期じゃないですか、でレミさん4万1000円でしょ、そう、もう最悪な状況だったんですから本当にもうなんかあれ2人でゴッドでも打つかもうゴッドで、ね、ゴッド祭りでもするかってね、いやもう本当にさ、いやでもっすよ、兄貴が諦めたらここで終わりっすよ、もう兄貴がここで諦めちまったらもう終わりっすからね、全て終わりだよね、いやもうさ一回見てきていい、いやお願いします、一回周り見てきますね、お願いします、あの一回返しを置いてちょっと周りを見てくる、お願いします、いや俺もうやばいもんこれ、あれっすよ、もう風前の灯火系ですよ、もう風前の灯火系のメダル、これあれでしょ、直行便でしょこれ、あの天井直行便でしょこれ、やべえなマジで、やべえっすけど、まあやめられる状況じゃないですからね、まあ言った通り、ちょっと笑いながら言いますけど、推測しないといけないですから、4かもしれないっていうのは残ってるんで、まあでもなんかこうなってくるなんか2なんじゃねえかなと思うけど、まあお願いします、お願いします、はい、まあ今2台島と来たんですけど、ここはワンチャン空いてんじゃねえかと思ったらほぼフル稼働ですこれやばいね、もう打てない打てない、なんでまああの北斗打つかどうかってとこですね、まあちょっと考えます、蹴りをつけてやるぜ、おうおうおう、まあ当たりますね、とりあえず 95% かな今日対決は、始めるよ、何が当たるかって話っすよ、768ゲームですね、7周期目ここ、ああまあまあまあ、赤の鳴でございました、ちくしょう、戻ってきました、当たってるね、いや7周期目で当たった、当たりました、ようやくで今ボーナス消化中、そうです、兄貴どんな感じでしたか、すごいやっぱ番長とかすげえ出てて、はい、あ番長やっぱいいなと思ってたんだけど、はい、空いてない、はい、空いてなくて今何やってるかっていうと、あの姿勢チャージやってる兄貴戻ったんすね、俺は4万1000負けて振り出しで戻ったけど、やる兄貴バスです俺え何俺バスです、バス俺バスです、やばバスあと残り8時です、やばいやばいやばい、最後クイーンカットインは、ああ入らないか、まあダメでしょう、まあ分かってますよ、ダメだって、そっちまでそういう映像を流したらまたか、またグースウスターですわ、ダメだって、違う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 、そういうそういう番組じゃないよ、いややばいっすねいやまあもちろん移動先があれば俺も移動したんですけど、はい、ないので、いや本当に僕も、まあ、今、まあ、まだ持ちメダルあるんですけど、はいはいはい、まあ、この飲まれたらどうするの、まあその、まあ、何周期か見てさすがに当たらないようだったらもう、まあ、2と踏んで
やめる、やめるしかないんで、その後はまあ時間も時間なんで、そう、まあ得意な A タイプ行くしかないかなとは思ってますね。そこならなんとか空いてるかもね。じゃあ俺はもう黙ってあと2周回すんで、それを見届けてください。それを男気と捉えてほしい。俺は、いや、そうっすね。じゃあ俺の6万が無駄にならないように最後は AT で締めたいと思います。いや本当に、そして金トロフィーかなんか出て、ほらやっぱ4だったんじゃねえかって言わしたいです。いや、勘弁してください兄貴何兄貴乗り打ちですから。そうだよそうだけどもうしょうがない。しゃあですね、うん、これは。いや、まあ今日の状況的には一緒にちょっとその気持ちを共有してもらって。いや、しゃあないですね。いや、もう本当これもう兄貴絶対もう入れてもらわないと困りますからね。俺もちょっと入れるまではちょっと俺は引き下がれねえよ。これは、いや本当ここまでこけにされたら、いやいや、ちょっと天章と理論にここまでこけにされたら、いやしてないしてないしてない兄貴じゃあ延長しますか。このまま春日める。延長はしねえ延長はしねえぞ。大丈夫そうです。ノリオメンコです。ノリオメンコ、あー、やりました。あー、もう大丈夫だ。安心。よかったよかった。そっから入れよう。もう一回 AD に。へい、142ゲーム2周決めですね。そこで1000枚ぐらい出せばまだ可能性ある俺が入った場合は俺が入った場合前提だけど、トータル3枚1000枚ぐらい出しとけばまだ分かんない。いや、だって視聴者の方に何もあげれねえっすよこのままじゃ。そうだよ、やべっすよ、やべえよ。兄貴先輩っすよマジやべえよ。兄貴が先輩っすよ。なんだこの番組ってなるよマジで。いや、ちょっとヤバめっすよ。ヤバめ？バス？はい、バスです。あー、やばい、弱い。握手でしょよし、また明日から頑張ろう。いやいや、兄貴何、兄貴ノリですから。終わってないし、うん、ごめん、ノリじゃないです、ノリだし。今日ごめん、今日はごめんだけど俺明日から頑張る2020年終わってないし兄貴何兄貴まで1時間あるから諦めないでください。まだまだまだですよ。本当かよ。いや、こっちのセリフっすよこっちのセリフだから兄貴そうお願いしますよ、本当にマジで。いや、そうやってさ、あんだけ言っててさ、はい、全然声持ちも良くなんねえしさ勝負球もまた相変わらず300ゲームで1個しかねえしさ。やべえっすね。なんなんこれマジで。呪いっすよこの勝負球1とか。やばくない？いや、マジでやばい。なんなんこれマジで。なんでこんなたまんないの。あ、トレーニングじゃん、トレーニング。いや、本当に今これ強制到達ですね。おお、いいねいいね。1周決めなんでここで当たってほしいですけど、まあもう 2-4 ってなってるんで、まあもうどこで当たってもって感じですね結局のところ。めっちゃ弱いですよねこんな。おお、当たったっぽいっすわ。チャッピーバドミントン、チャッピーバドミントン一周決め、もうもらえですね。書き換えたのか否かは分からないところですけども、まあ大丈夫でしょう。普通に一周決めで当たったと。いけるいける。いや、希望が見えてきた。頼む。え、ちょっと待ってください兄貴。負けたとかダメだよ。いやいや、まあ、まだ浮かされますんで。ダメだよ。一応 95% ですからね。これダメだよ今日対決。いやいやいや兄貴、任せてください。まあ、そういうのはもういらない。いやいや、そうですよ。マイナスの方の笑いは十分取ってるから。今日本当にマイナスばっかりだからこの番組。いや本当にもうそれは復活で大丈夫です。任せてください。大丈夫。兄貴、いや嘘だって、やめて。いやいやいや兄貴、やめてやめて。いや違う、何兄貴、外しました。え、外しました。やっべ、K
95% 外しました。なかなか外さないよ今日対決は。いやこれもうマジでもうもう帰った方がいいかもしれないです。なんだろうこれマジで2人揃ってやばないっすか。やばいよね。 No。 まあでもまあどうしよう。わかるわかるよ、気持ちはわかる。5周決めまで見るのかみたいな、見ようか、その安易な考え方がちょっと僕の脳裏に。いやむずいな。むずいよね、時間もないからね。いやそうなんですよ。さあ400超えるか、それとも400で当たるのか。あいやでも今やめるんだったらここでやめなきゃいけないと思うんで。そうね。ということで私、まあ、今3周期を抜けまして、まあ、台としてはもう、まあ、2か4かっていう、まあ、天秤の中2の方が圧倒的に強いかなと思うんですよ。なので、まあ、実践時間の残りが1時間ちょっととでなると、まあ、この台を続ける理由はもうない、まあ、それだったら1回周り見て打てそうな台があったら打つ、ダメだったらもう大好きな A タイプで、あ、まあ、兄貴には申し訳ないんですけど、まあ、楽しんで帰る。あぜひぜひっていう感じ。せめて楽しんで帰ってくれ。はい、わかりました。申し訳ないんで。一回周り見に行きますわ。お願いします。俺400で当たったんで行きます、激闘。5回目。まあ、ただ、初期レベルでね、ドスンってくればいいけどね。お、3ポイントで1個もらいましたね。900以上あったんで、それは2分の1なんで、まあ、それでもらえて今2個になりました。はい、無慈悲な AT じゃあね、500レベル1終わった終わった。早くないですか。もう終わった。兄貴バリー早くないですか。いやだってさ、3戦目に到達しない男だよ今1回も。まだ負けてないですよね。まだ負けてないですよね。負けてない、うん、いきます。負け、1人目で負けました。で、ドートロフィーが出てるんで、はい、2-4 です。兄貴もしかしたらですけど、はい、その代2位確定なんじゃないですか。兄貴まさか、もしかしてその代設定2なんじゃないですか。奇遇だね。俺もちょっと今思ってたんだ、4万8000円使ってさ、もしかしたら2なんじゃねえかって。パネルはこれかなあ。あ、対決パネルっぽいね。まあその出玉ですよ。出玉で言えと、まあプラスになってる台が多いで、間違いなくでも設定ごとが使ってると思うんで、そのサマイ数がっていうところはちょっと分かりづらい部分はありますけど、このバージョン3の対決パネルだけ8台めちゃくちゃプラスが多い、負けてる台が少ないです。今ブーンと落としなかった、兄貴の近くから聞こえた。いやめっちゃ聞こえましたよ。え、今行きますよ。あ、ブーンって来て来て来て、いやいや行く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 、来て来て兄貴。俺さ有言実行の男だからさ、兄貴の右にいます。俺はおめでとうございます。兄貴おめでとうございますね。激闘勝てねえんだったら赤なだけばいいってことだろ。そういう台じゃねえです。そういう台じゃねえです。そういう台じゃねえです。やったよ、有言実行っすね。 AT で終われる、おめでとうございます。僕にもちょっと お金が返ってくる。ちょっとだけよかった。兄貴ちゃんここ伸ばしちゃってください。本当に頑張ってください。ちょっと焦点目指すわ。よかった難しいけど、よかった。OKOK では行きたいと思います。3時過ぎですね、初 AT。 いきます、新天章ラッシュ。
ほんと伸びてほしいですねこれね。だ偶数だとやっぱり伸びないんだけども、逆に言うと今2かもしれないと思ってるんですけど、2だったら一応レベル2の選択率が、あの4、6は絶望的なんだけど2は一応あるんだよね、レベル2の可能性が結構。それにかける。はい、初回なんで大丈夫ですね。はい、2発。はい、ということで、私、まあ2台目ですね。まあもう実戦時間があと数十分しかないので、まあもう本当にビッグ行くだけです。まあそんなもうガチっぽい感じではないですけども、最後はね、好きな台を打って、まあ本当に楽しんで帰れたなと。ちょっと兄貴もね、許してくれたんで、それで行こうかなと思います。まあ、今台を確保する前に、まあ、移動する前にホール状況を、しっかりと確認してきました。まあ、ある程度その朝から、まあ、僕たちが攻めてた、まあ、理由というか、まあ、そういった傾向をまたあったのかどうかっていうお話につなげれればなとは思ってますけど、まあ、しっかりと踏襲してる部分もありましたし、まあ、今日は違うんじゃないかなっていう部分もあったんで、まあ、そこはまた最後ですよね、お伝えするのは。頼む。これでも 35% しかないで、ゼブラホール。これ結構、これスカルともう終わりかもしれない。1回目勝負だね、これ。ここでちなみにレアポヤク何でもいいです。28.5 分の1でどれかのレアポヤクいけば確定。緑ホール。ナビ出た。はい、終わりくせー、終わりくせー。お、ここで勝つとかになるとレベル2なんじゃねえかって思うよね。まだ分かんない。700枚で勝ったんで、しかも普通にね、外れで勝ったんで、ちょっと若干レベル2の可能性もある。はい、この辺は絶対読めないんですけど、あ、読めないというか判別はできないんですけど、ちょっと希望が。はい、ということで、ある意味長い一日が終わったかなと思うんですけども、まあ、最後はですね、もう金メダル、まあ、アレックスに全部飲ましまして終了となりました。まあ、結果ですね、まあ、多分まあ僕たち そのトータル収支はマイナスなんですけども、まあ、その得たものっていうのは今日ホールを回って最終的には確認して、最後エンディングで皆様にお伝えしたいかなと思いますので、まあ本当に今日は仲良くなったかどうかはエンディングでお出した。頼む。レアコヤク行こう。レアコヤク。ダメか。めちゃくちゃ弱い。めちゃくちゃ弱い。だいたい800枚ぐらい取りましたね。まあ、AT レベルおそらく1だと思いますが、まあいいぐらい、かなりいい方ですね。800枚。調子さ見て、はい、半です。もういや、これキスしさなんですけど、もはや偶数です。はい、では店内見回りと、時間余ってたらちょっと俺もノーマル打つかなっていうところで、北斗はこれで終了したいと思います。では、見回っていこうと思うんですけども、二大芝構成がね、基本的に強いお店ということで、まあ、冒頭から言ってたんですけども、二芝あるんですね。で、このコードギアスとか、これなんだ、あれか、AO ですね、エウレカ7。強そうなのは明らかにこっち、そのコードギアスとかある方。で、見た感じ、2台両方出てるところもあれば、
最低でも片方は結構強いみたいな形で出てる。さらに奥の方のバラエティというかバラバラで1台ずつあるやつも結構出てるんで、この島相当強いんじゃないかなっていうのがまず一つ目の予想とさせていただきます。そしてまあ一番気になってるというか強いだろうなと予想していたのが、番長コーナーなんですけども、いつもですねオスサラリーマン番長、まあ、この中央通路からビーッと並んでるんですが全体的に強いですよね。で今回もそんな感じになってます。で特に角台とかが結構別積みになってるんですけど、そんな、ことを毎回ね僕言うんですけど、またなってます今日も角台がぐらい、まあ、サラバン強くて、で番長3も、ほぼフル稼働で、しっかり出ているところは出てて、特にそのサラバンの並びの対決パネルかな、この辺りが結構ずらーっと、だからそのサラバンの芝全体が結構強めって感じなので、まあ番長3相当、強めに扱ってるんじゃないかなと思います。こちらもね多台数設置で、今後だいぶ、扱いが良くなるんじゃないかと思われた、まあ、北斗の拳天翔ですが、正直ねこう向かい合わせ背中合わせになってるんですよ。で、こう見て左右ってあるんですけど、背中側の芝、自分で打ってた方じゃない方の芝が軒並み出てるんで、もしかしたらこう芝丸ごと、自分じゃない方の芝が丸ごとだった可能性もあるし、ただ僕の映像だけ見てたらですね、あれ全然ダメなんじゃないのと思いきやめちゃくちゃ出てるんでなんで、北斗天翔も強かったと思います。そして、まあ、こちらも台数的にはかなり一番あるのかな、もしかしたらね、ミリオンゴッド神々の凱旋ですけども、まあ、こっちは正直打ってないとねどんな感じかっていうのは分からないんですが、出玉感的に、かなりの別積みにもなってますし、まあ、空き台はちょっとあるんだけどフル稼働、ほぼフル稼働で結構出ているので、まあ、ここはどうなのかな、まあ、全ってことはないですけど結構強めだったかもしれないということを一応ね予想させていただきたいと思います。はい、人生終了でございます。お疲れ様でした。いや本当にお疲れだったね。いやとんでもないですよ、まあ、一発目のね名誉街道ゲストとしてリノさん、リノくん、リノ来てくれましたよ。もう今ですらこの感じでしょ仲良くなれるわけないよね。いや僕はもうなんか、うん、まあ、エンディングスタートしましたけど、はい、もうスタートからちょっと心配なんですよ。どうしたんですか。もうオクラになってないかどうか、オクラの方が流れてるかどうかっていうのは、これは 50-50 です50%、そんな中でじゃあまあメルカイド、まあ、友達になるとかそういうのもあるんだけども、はい、一応サマイじゃない、まずはそうっすよ、サマイだよね。そうでしたっけ。サマイなのよあ、そうですよね。しかも乗ってるからね。いやそうなんですよ。そこでプラスを目指して、しかも全6回で視聴者の方にプレゼントをお渡ししましょうっていうやつだからね。そうですね。じゃあ確認しましょうか。はい、はい、じゃあ僕からいきます。はい、お願いします。投資がですね460枚、回収はそのままアレクセの回しましたので0枚ということでマイナス460枚といった結果になりました。すいませんでした。いやいや、とんでもないです。でも検討したよだいぶ。いやまあ本当に何て言ったらいいですかね、開始1時間ちょっとが夢のごとくみたいな。あれやばかったね。もう絶対積もったねと思ったもんね。これは6かどうかの判別するかが僕は楽しみです。もう4か6かみたいな。そうなんですね。孫もあるしみたいなとこだったもんね。2でしたね予想は2。間違いなく僕の中ではある程度やっぱ頑張ったので、うん、まあ、また後で話しますけど、はいはいはい、状況はしっかり良かったと思います、ね、というところですね。はい、はい、で僕はですね、まあ、ご覧の通り北斗天翔ですね、はい、なかなか抜けない激闘ボーナスをやりまして、結局4連敗した後のあと2周やりましょうってところで赤7引いたんで、はい、一応有言実行で引きゃいいんだろうっていうところをお見せできたんで、投資がですね、まあ、5枚なんで2300枚ですね、はい、で回収が800枚ぐらいなんで、はい、1474枚のマイナス。ということは、トータルで大体勝ちみたいなもんですよ。でもあそこから、いやいや負けてますよ。負けてますし、ある意味一応折半ですから。大体じゃあ1900枚ぐらいですか今日。そうだね。トータル初回なんとプラスを目指していく中で、うん、本当にホール状況的には、はい、やっぱりしっかりとここっていうのが明確にあったんですよね。まあ、多分。兄貴が言うことと僕が言うことがちょっとずれてる部分もあるかもしれないですけど、とりあえず僕が気になったところっていうのは、まず僕2台島行ったんで、そこからですね、今までの傾向としてはその
中央通路沿いの、うん、基本はね、手前側って言われてたんですけど、ね、今日に関しては全然そんなことはなく、うん、まあ、中に設置されてる2台機種とかも、まあ、しっかり単品で入ってましたし、うん、まあ、関係なしに2台自慢攻めていいんじゃないかなと。そうね、いった傾向と、あとバラエティーもしっかり入ってたんじゃないかなと。入ってたね、入ってたんですよ。いや、もう AT の回数とかも、まあまあ高設定っぽい台もちらほらあったんで、まあそこら辺も攻めていいんじゃないかなっていうところがまず一つと、あともう兄貴が言っていた番長3のパネルごとのところに関しては、今日に関しては負けてる台が少なかったところが対決パネルだったんですよ。あれが多分前代4頃サラバンの並び方、はい、ああそうだよね、あとサラバン、うん、そのままサラバンとそうそうそう、そこの島みたいなのかな、はい、あいうのが多分強かったんじゃないかなと思うんで、もう番長3は、はい、番号早かったらもう本当に抑えに行っていい機種っていうかパネルごとでやってるんで、ね、抑えていいんじゃないかなと思ったところ、うん、まあある程度冒頭で予想した形にはなってる、うん、そうですね、大体いつもの傾向と似てるんですけどね、踏襲してましたね、ちょっと踏襲しつつ若干違うこともしつつっていうところで、うん、積もりやすい状況だったと。でも俺はもう本当に兄貴と、そう、もう吉野家にしても松屋にしても何でももう夜飯屋行きたいんで、なんでそういうさらっと食える感じのやつをだって兄貴酒飲まないから、ゆっくり別にいいじゃんファミレスとか、中華行きます、中華で回します兄貴っつって絶対行きねえだな、もうそれ餃子っすよっつっていや、もうじゃあなろうよそこは、もう今日で絆深まったでしょこれ。いやでも兄貴さっき、うん、まだ僕に敬語ありましたからね。そうね、いや出ちゃってんすよ、出ちゃうね、このあんまり絡んでない感はね。いや本当にそこは僕ちょっとやっぱ感じちゃったんで、いやこれを機に、これ来た人はもうみんな友達ってことで、あえて友達って言いますよ、これ40になって友達っていうのもなんかもう確かに仲間とかまで友人って分かる、うん、友達ってってなってる、友達であんまりできないですからね多分なってると思うけど、あえて友達と言います俺は。これ僕思うんですよ兄貴すぐ帰るんで仕事終わったらそうそうそう、これもう LINE 交換しないんじゃないかなって、まあ、帰る。いや LINE 交換ありますからね、 LINE 交換あるよ、待ってくださいよ、待つ、無視しないでくださいよ待つよ、トニーさんに言いますからね、トニー頼みって言ってね、いやトニーと飲み言ってますから、そうなんだよね、実はそうらしいですよ、トニーさんにレビンさんがって言いますからね、そんなことがあったら LINE 交換してくれなかったらお願いしますよ、まあまああの人だからねってなると思うオッケーオッケー、お願いします、こんな感じで本当にありがとうございました、わざわざね、また何かありましたらお願いします、本当にぜひぜひ並んでやっていきましょう、はい、ちょっと名誉回路ね最初マイナスになってしまいましたが、はい、まだ5回ありますんで、また法則を見抜きつつ、プラス3枚目指して頑張っていきたいと思います、頑張りなさい、お会いさよなら、バイバイ、ありがとうございました。